私は黒。このベースキャンプにいる者たちは私も黒い。ほとんどが君と同じ世代の出身。彼ら以外、単刀直入に説明。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共同する者たち、絵の魔法によって現実世界は破壊と考えた。その脅威に対抗しているヒーローです。それが J フォース。 J フォースのメンバーには航空やトランクスというジャンプの世界からやってきた人々は現実世界の人間だった。そう、今の君には彼らと共に戦う意志だ。君の中に埋め込まれた君の意志に反応して力を与える。我々はそれをコズミック、倒したベノムズから現れるのはこの中の同じ。ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした彼ら。ベノムズは悪意を持つ者は彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配的に存在している。このままでは現実世界の全てベノムズによって支配されてしまう。それを阻止、ベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むヒューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれ。これで君もジェイフォースの一員だ。期待しているぞ。早速だが、J フォースについて説明する。ナビゲーター、頼む。はい。 J フォースは戦略的関係から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うデータチーム。戦略などの情報活動を行うガンマチームの特性。メンバー管理の創業、君にもどれか注目してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に動く。まずは J フォースの全員を知る意味では各チームを見学してから選ぶ。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得する。チームを選ぶときに参考にしてI'm going to go to the hospital.
through that door and room. Thank you.
the dog hunter thing.
そうですね。
said that. I said that. I took it to you. Yeah, see, you show what liar do. Yeah, see. Okay, but that's it. They're not getting no interest. He said, you didn't get them on that lying. Okay, remember you tell them, okay? Nope. You tell people don't know for real. And then we tried to tell them a long time ago, or else. And then they ain't gonna listen to you, so. Okay, here we go.
for the mountain. Right there. Like the very foot of the mountain. Yeah, you got some characters in here.